あ、そういえば今花壇に咲いている春の花々の中にインスタエッグ工場から逃げ出したいたずら好きの卵ウサタマが隠れていることがあるんだそうですよ。こういうやつ、こういうやつ、ねね、ほら見てください、こんなところにもウサタマが。どうやらウサタマも春の花々が好きなようですね。ぜひ皆さんも、はい、なんだっけって言ったウサタマ、ウサタマやっと覚えたかい、これは何だい、ウサタマ、よかった、正解です、おめでとうございます。皆さんもぜひ可愛いお花たちと一緒にウサタマのことも探してみてくださいね。それでは最後に皆様が今日一日パークで楽しめますよ、私たちが歌でお見送りさせていただきます。どうぞ皆様、笑顔の花いっぱいの一日をお過ごしくださいませ。素敵な一日を、いってらっしゃい、いってらっしゃい、素敵な一日を。